ハロー、サリュー、アニハセヨ、ニハオ、世界の皆さん、こんにちは。ドラゴンボール Z ドッカンバトル海外版プロデューサーのヨシです。ついにドッカンナウボリューム2が配信となりました。拍手。いやー、ありがとうございます。今回ボリューム2を公開できたのも、たくさんの方にボリューム1を見ていただいたからでございます。本当にありがとうございます。またドッカンナウへの感想や、ゲームへのコメントなども、本当に多くいただいてありがとうございます。動画が良かったとか、音質が悪いとか、プロデューサーが固いよみたいなご意見もいただきました。今回はもっとリラックスしてお話できればなと思っております。いただいたご意見であったりは、今後のドッカンナウの制作や、ゲームの運営の方の参考とさせていただきます。突然ですが皆さん、今週3月18日何の日かご存知ですか？ご存知ですかね。3月18日、こちらなんですけれども、サイヤの日となっております。なぜ3月18日がサイヤの日かと言いますと、日本語で語呂合わせでサイヤとなっておりまして、3月18日はサイヤの日と読むことができるといったものになっております。ということで、ドッカンナウボリューム2ではですね、まもなく開催されるサイヤの日に関連したキャンペーンをご紹介したいと思います。こちらのキャンペーンは日本版と同時開催のため、時差の関係で地域によって3月18日から前後する可能性がございますので、あらかじめご了承いただけますと幸いです。はい、まず今回のサイヤの日なんですけれども、バーダックの物語がモチーフとなっております。サイヤの日ということもあってですね、バーダックを人にたくさんのサイヤ人が出る、そういったキャンペーンとなっています。それでは早速キャンペーンの詳細を紹介していきます。まず一つ目なんですけれども、新イベント歴戦の猛者バーダックチームが開催いたします。こちらですね。こちらのイベントでは24時間ごとにバーダックチームのキャラクターが登場して仲間にすることができるといったイベントになっております。登場キャラクターなんですけれども、トテッポ、トーマ、セリパ、バーダック、パンブーとなってまして、週末はこちら5体のキャラクターのそれぞれの潜在能力玉を集めることができます。今もうすでにある義勇特戦隊のスペシャルトレーニングなんかをイメージしていただけると良いかなと思うんですけれども、詳細な開催時間はお知らせにてご確認ください。そしてなんと、こちらのバーダックチームの各キャラクターを仲間にして育成することで、ミッション報酬として LR バーダックチームが仲間にすることができます。今回ですね、そちらの LR バーダックチームの必殺技と LR なので超必殺技、動画を2本お持ちしておりますので、ご覧いただければと思います。それではどうぞ。大迫力ですね。すごい、こんなにたくさんの大猿が出るなんて必殺技編成が初めてなんじゃないでしょうか。しかもかっこいいんですよね。すごい。この LR バーダックチームなんですけれども、新カテゴリーバーダックチームのカテゴリーリーダーとなっております。またパッシブスキルでは長径の味方キャラクターのアタックとディフェンスを強化して、その味方がバーダックチームならさらに強化されるといったようなスキルになっております。そのため今回のイベントに仲間にできるバーダックたちはもちろんなんですけれども、これまでのセリパやトテッポといったキャラクターたちも強化できる非常に強力なサポートキャラクターとなっております。ぜひ一緒に編成してみてくださいね。さらにこの LR バーダックチームを仲間にするためにはですね、2つの育成条件がございます。それはこちらのイベントで仲間にできる SSR キャラクター5体を独完覚醒して、かつ潜在能力を 100% 解放することでございます。皆さんぜひこの新イベントで LR バーダックチームを仲間にしてみてください。はい、次は皆さんお待ちかねの新キャラクターの紹介でございます。今回新登場するフェスゲンキャラクターなんですけれども、こちらも実はバーダックとなっております。早速なんですけれども、必殺技演出からご覧いただきたいと思います。どうぞ。
めちゃめちゃかっこいいでしょう。キャライラストこちらになってるんですけれども、イラストもめちゃめちゃかっこよくなっております。このバーダ早速紹介させていただきたいと思います。まずリーダースキルからなんですけれども、独冠覚醒後のバーダ新カテゴリーのリベンジと下級選手カテゴリーのカテゴリーリーダーとして活躍いたします。先ほど紹介したバーダックチームはもちろんなんですけれども、ブロリーとかパーフェクトセル、ベビー、こういった新たにリベンジカテゴリーが追加されるキャラクターたちのリーダーとしても活躍が期待できます。威力がプラス4されるというところもあるので、必殺技が非常に発動しやすくなっているかなと思います。続いてパッシブスキルの紹介でございます。通常でもですね、アタックとディフェンスを強化することができるんですけれども、味方の下級選手カテゴリーから1体についてアタックが 10% 上昇することができます。つまりですね、先ほど紹介したイベントで仲間にできるセリパ、トテッポといったバーダックチームキャラクターと同じパーティーにすることによって真の力を発揮できるといったキャラクターになってます。さらに最強の一族カテゴリーの敵がいるとき、全属性に効果抜群で攻撃をすることができます。フリーザですとかチルドですとか、そういったキャラクターが敵として登場する場面だとより活躍が期待できるといったキャラクターになっております。ちなみに変身強化カテゴリーにも属しているので、3月の前半に登場したクーラー、こちらをリーダーにしたパーティーに入れても活躍できるといったキャラクターでございます。そしてなんとこちらのバーダックなんですけれども、アクティブスキル持ちでございます。しかもボイス入りのアクティブスキル持ちでございます。こちらバトル中に使用することで、これがバーダックからスーパーサイヤ人バーダックへと変身することができるんですけれども、まずはそちらの変身演出からご覧いただきたいと思います。どうぞ。情けねえ、俺が貴様を倒す。情けねえ。いやーかっこいいですね。イラストこちらになってるんですけれども、イラストも非常によくできています。演出もかっこいいんですけれども、性能面でも非常に強力なキャラクターとなっております。こちら変身することでより攻撃に特化したキャラクターになるのですが、極系の敵を攻撃するときには全属性に効果抜群で攻撃をすることが可能になります。またですね、登場から5ターンの間気力がプラス3、会心と回避率が 18% アップされて、受けるダメージも 18% 軽減されます。気力がプラス3で 18% なのでサイヤになっていますね。そしてこちらのバーダックなんですけれども、変身前は必殺技を発動するたびにディフェンスが上昇するんですけれども、上昇したディフェンスがですね、変身後になっても引き継がれます。つまりですね、今まで貯めてきたディフェンス値を気にすることなく、状況によって攻撃特化のスーパーサイヤ人バーダックへと変身することができます。最近だとドラゴンヒストリーとか熱闘悟空伝みたいな敵の攻撃力が高い長期戦、そういったところでですね、ディフェンス値とても大事になってきます。こちらのバーダック非常に有効なキャラクターになるのではないかなと思ってます。またですね、悟空伝には純粋サイヤ人や変身強化といったカテゴリーを含んでクリアっていうミッションがあると思うんですけれども、こちらのバーダックどちらも属しているので重宝するのではないでしょうか。それでは皆さんお待ちかねだと思うんですけれども、そんなスーパーサイヤ人バーダック変身後の必殺技演出をご覧いただきたいと思います。こちらどうぞ。めちゃめちゃクルクルクルって回ってましたもんね。こちらの必殺技なんですけれども、相手のディフェンスを大幅に下げることができます。いや、パッシブだけじゃなくて、この必殺技の効果も非常に攻撃的になってるんですね。黒髪の時はディフェンスを上昇させて耐えて耐えて、スーパーサイヤ人化することで一気に攻撃的になる、非常にサイヤ人らしいバーダックらしい能力になっているんじゃないかなと思います。といったところで新キャラクターのご紹介は以上となります。皆さんもぜひこのバーダック仲間にしてみてください。実はドッカンナウボリューム2はですね、まだ終わりじゃないんです。まだですよ、まだですよ。実はですね、今回皆様お待ちかねの新アイテムをご紹介させていただきたいと思います。それがこちら、アクト回復アイテム熟成肉でございます。こちらのアイテムなんですけれども、使うことによって
龍石を消費することなくアクトが回復できる、そんなアイテムとなっております。いやめちゃめちゃ便利ですよね。皆さんすごい待ってたんじゃないでしょうか。こちらのアイテムなんですけれども、大きさによってアクトの回復量が異なります。熟成肉小はアクトを20回復しまして、熟成肉中はアクトを60回復するアイテムとなっております。いや小中があって、まあ、大があるわけなんですけども、一旦小中だけ今回はリリースとさせていただければと思います。でですね、こちら今回サイヤの日キャンペーン中の初回ログインのタイミングで、この熟成肉中を3つ皆さんにプレゼントさせていただきたいと思います。ぜひこのアイテム使ってサイヤの日キャンペーンのイベント遊んでみてくださいね。はい、といったところで本当にこちらで最後になるんですけれども、最後はいつもドッカンバトルを遊んでいただいているユーザーの皆様へ感謝の気持ちを込めまして、龍石をプレゼントさせていただきたいと思います。今回は龍石を5個プレゼントさせていただきたいと思います。こちらなんですけれども、ドッカンナウ公開から3時間以内で配布をさせていただきます。こちら使ってぜひバーダックのドッカンフェス弾いてみてください。はい、以上サイヤの日キャンペーンと新アイテムのご紹介でございました。ドッカンナウボリューム2はこちらで以上となります。お楽しみいただけましたでしょうか。ボリューム2の感想をコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひ書き込んでください。またドッカンバトルの最新情報は公式の Facebook、Twitter、Instagram で配信中となっております。ぜひフォローしてください。それではまた次回のドッカンナウで会いましょう。バイバーイ。